でございます。中央に集まってそれぞれの掛け合いを行います。くれぐれも、観客の皆様、安全第一でございますので、なるべく離れたところで、カメラに夢中になっているとついつい前来ますからね。さあ、そして北側から登場いただきました、こちら石淵太鼓台です。五条地区大井八幡神社石淵太鼓台が入ってまいりました。今年新調しました太鼓台、美しい雄姿、そして若さあふれる石淵太鼓台です。ええじゃないかの声とともに、上には若さあふれる、女子たちも乗っております。さあ、差し上げて綺麗に差し上げる、綺麗に美しく差し上がりました。子どもたちを喜ばすために一部市太鼓台立ち上がったこの太鼓台、今年新調した輝かしいとってもキラキラ光る太鼓台、そして皆様の顔でございます。おー、どんどんと太鼓の音が五臓六腑に響き渡っております。まず登場したのは石淵太鼓台です。さあ、ここから西中、西山、鳩かと、西山ですね。琴平地区琴平宮の西山太鼓台、ウコン色のハッピー、マルコンのマークが背中にもあでやかな西山太鼓台が前へ出ようとしております。せーので駆け上げて、駆け上げての登場でございます。登場いきます。あ、西中太鼓台ももうすでに駆け上げております。美しい西若、そして西若の一つ西中太鼓台、西山太鼓台です。美しい駆け上げご覧くださいませ。太鼓台さん、鳩か太鼓台が、動きますので、できれば少しちょっと移動のお願いします。さあ、真ん中に登場したのは琴平地区琴平宮の西山太鼓台、ウコンと背中にマルコンのハッピーです。そして、その南側は江内地区春日神社の西中太鼓台でございます。そして北側にありますのは五条地区大井八幡神社石淵太鼓台です。さあ、西山太鼓台からせーのの声が響き当たりました。この西山太鼓台、組み方、昔ながらの組み方で作っております。他の誰も真似できない、こちら藤かずらで毎年縛ってこちらの太鼓台を作っております。こんぴらさんのお山に隣接する西山太鼓台の雄姿ご覧いただきましょう。そしてそのお隣、身を流しながら威勢もいい西中太鼓台でございます。西中太鼓台も今年こちら太鼓台を上から下まで珍重いたしました。珍重しながらもこの幕の中にある彫刻は、西中に いらっしゃいました一刀彫り師の方が彫られたものをそのまま使っております。せーのということで、西中太鼓台また駆け上がって、ゆっくりと駆け上げを行っております。そして登場したのは鳩か太鼓台です。黒獅子、掛け布団の黒獅子が目印でございます。江内地区春日神社鳩か太鼓台が入場してまいりました。おっと、ぐぐっと前へ、ソーラー刺した、綺麗に差し上がりました。素晴らしい差し上げでございます。鳩か特有のあのパフォーマンス、雲の巣です。華やかな、そして勇壮な黒獅子の鳩か太鼓台です。素晴らしい差し上げです。
まだまだ第二グループの時間ございます。ただこうずっとずっと担いでずっと肩で上げていくというのは大変な力がいることでございます。これから2回目3回目の差し上げがそれぞれの太鼓台で行われようとしております。さあ西は西山太鼓台、そして西中太鼓台、それぞれが滝合いを行っております。それぞれの太鼓台滝比べでございます。さあ大きな声が西中から聞こえてまいりました。西中上には金の刺繍をした濃い口シャツ、こちら西中でのトレードマークでございます。惜しい、そして精悍な西中の差し上げが綺麗に差し上がりました。まっすぐに、そしてそのままずっと宇治越の皆さんの力強い息遣いによって美しい太鼓台が揺れております。宇治越の皆さん、かき棒担ぐ方、そして上で指示をする方、前と後ろそれぞれがそれぞれのタイミングを見つつ一つになって一緒にかき上げるというこの調査のかき合い、壮大な掛け合いがこの、琴平町の西駐車場で開催されております。そろそろあと 2,3 分でございます。じゃああと一掛けできそうな感じですね。神社の氏子衆、太鼓台、獅子舞が揃っております。